今回はデキストリンに還元性があるかどうかを調べてみます。デキストリンというのは、分子の長さの短いデンプンということです。デンプンを加水分解していくと、中間水生物として得られるものですけれども、このデキストリンをまず水に溶かします。で、水を加えますと、あまり溶けていないようなので、加熱して、溶かしてみましょう。このデキストリンの水溶液に、このフェーリング液ですね、これを加えてみます。やはりこれを加熱します。色が少し変わってきたようですけれども、あまりはっきりした結果が得られません。しかし、ほんのわずかですけれども、還元性を示すということがわかると思います。でこれは、グルコースやフルクトースに比べると、非常に弱いですね。デキストリンにはわずかに還元性があるということが分かりました。